ルト君、いいところに来てくれた。ちょっと聞きたいことがあって。言いたくないことだったらそれで構わないんだけど、あなたに聞くのが一番いいかと思って。アインクラッドに来たのは最近でしょ？だが月明騎士団だっけ？それとヒースクリフについて教えてほしいの。すごいんだ。それでヒースクリフは？ニュースで何回も聞いたよ、その名前。その人、今は？半分以上は頼まれた買い物とは関係ない店だったけどな。ちょっと寄り道するぐらいいいじゃない。いやー疲れた疲れた。ちょっと頑張りすぎちゃいましたね。あれ？ちょっと雰囲気が重いような。なんか真面目な話でもしてた？キリト君にヒースクリフのことを聞いてたんです。ヒースクリフ、なるほどね。あの私も聞いてていいですか？75層で起きたことあまり詳しく知らないんで。それ私もよく知らないのよね。一緒に聞かせて。よし、そのことについては俺から説明させてくれや。多大な犠牲を払いつつ、俺たちは75層のボスを倒すことに成功したわけだ。その後だ。ヒースクリフがイモータルオブジェクト、不死存在だってことに気づいたのは。最強の味方の一人が実は最悪の敵ってシナリオだったわけさ。その目論みを暴かれ、ヒースクリフはこう言い放つ。1対1で戦って勝てたら75層でこのゲームを終わりにしてやると。答えは決まってる。いいだろう、決着をつけよう。勝ってこの世界を終わらせる。戦いは苛烈を極めた。こっちの二刀流に対し、ヒースクリフは新聖剣というすげえエクストラスキルの持ち主だ。左右から攻撃を繰り出せば非常な正確さで的確に攻撃を叩き落としていく。防戦一方かと思えば、こちらの隙を見て確実な一撃を仕掛けてくる。
戦いは続いた。しかし諦めるなんてことはありえない。奴が見せた一瞬の隙をついてソードスキルを叩き込む。ジ・エクリプス。ゴクリ、それから？地響き、暗転、そして世界は真っ白に。こうしてヒースクリフを見事打ち砕いたってわけだ。まったくハードなミッションだったぜ。ちょっとちょっと、それをしたのはキリト君でしょ。でもびっくりした。キリト君が世間を騒がせたあの大事件の首謀者を倒したなんて。ですよね、キリトさんはやっぱりすごいです。最後のボスを倒したんですから。でも終わってないじゃない。でも、あんた実は強かったんだ。ちょっと感心したわ。そうです、パパはとっても強いんです。向かうところ敵なしですから。いいじゃないな、キリト君。娘に自慢されるなんてパパ冥利に尽きるんじゃない。ママも素敵ですよ。私、パパもママも大好きです。ありがとう、ゆいちゃん。説明してくれてありがとね、キリト君。いろいろ分かったわ、ありがとう。よろしく頼むわね。知らないからちょっと片付けておこうと。ああ、じゃなくて、お店が散らかっていたらお客さんへの印象も悪いでしょ。そういうわけだから、キリトにも掃除を手伝ってもらおうかな。そうね、とりあえず武器の中であまり質が良くないものを集めてくれる？全部練習用に居直そうと思うの。
並べてみると壮観ね。うん、少しでも早く家事スキルを元に戻したくて。出さなきゃいけないのに、果たしては気が利かないね。鍛冶屋なのに変よね。そうかな。鍛冶屋なんだからもっとごつい服でもいいかなって思ってたんだけど。アスナと同じこと言うんだね。ううん、なんでもない。作業を終わらせちゃいましょう。ちょっとキリト、どうした？それって
それじゃあね。よし、よし。よう。